ん。まあ、すまんすまん。だよな。
うるさいな。灰が真っ黒になったって別に構いやしない。は？何が？死ぬニュース。なるほどね。大空の落下事故。落下？大空が？若いのによく知ってるな。そうか、お前の世代は覚えてないのか。当時は毎日取材が来て本当に面倒だったよ。なるほど、状況的には十分に考えられるわけか。可能性があるかないかと聞かれれば、あるだな。宇宙探査機にトラブルはつきものだ。大空も当然有事の際のソフトウェア更新も想定していた。だけど今は遠く離れた大空のソフトウェアを更新する術がない。今どこをどんなスピードで進んでいるのかもわからない。大空から送られてくる信号は全部人工バトが文字通り食い止めている。仮にお前が言う通りその放送が未来予測なんだとして、この場所に大空が落ちてくると仮定した上で対策を考えるなら、電波食いに穴を開けるしかないだろう。人工バトの包囲網に穴を開けて大空に軌道修正命令を送る。それしかないだろうな。製造元の情報は分かったのか？なるほど。いや、これだけ分かれば十分だよ。これで私もあの基板にどんな機能があっても納得できる。大空の名付け親はイザナ博士だ。この会社は多分イザナ博士のペーパーカンパニーの一つだよ。やれやれ、本当に何をやらせても悪魔的だな、あの人は。
あの人が作ったものを一日で解析できるわけがない。スケジュールは切り直したな。あの人が作った通信機に一緒に飛ばした探査機、それに人工場とか、まるで試されているみたいだな。お前確かなんとか空って言ってたよな。山梨空か。お前空を取り戻したいんだろ。人工場と一羽残らず消し去りたいってそう言ってたよな。世界を変える覚悟があるなら、私がお前にその方法を教えてやる。いい返事だ。研究室に戻るぞ。最近人工バトが死んでいるって話はしたよな。多分未来の放送を受信する機能も、結果的に人工バトを殺している機能も、どちらもこの大空電子の基盤に組み込まれているはずだ。未来の放送はとにかく人工バトとの関連性の解析はすぐに着手できる。お前はまずその電気屋の知り合いからラジオの在庫を片っ端から集めてこい。いい。なんせ時間がないんだ。一から製造するよりはるかに早い。それからもしも死んだ人工バトを見つけたら拾っておけ。ここに持ってこい。この基盤で走らせてるプログラムの解析ができたら何をするか説明してやる。ま、明日になるだろうな。お前に今日できることはその2つだ。そうだ、集まった分だけでいいから明日持ってこい。それと少なくとも今の時点では大空の落下事故については広めるなよ。パニックになって打てる対策も打てなくなるだけだ。
ジオを持っているのは何人いる？それで4つ。もう一人はかぐやくん。分かった。今の時点では聞かれるまで言うな。放送を聞いたやつが大空の意味を理解してないならそれもまだ伝えなくていい。いつからになるかはまだわからないが、人手が必要になるタイミングも来る。その時にラジオを持ってる人間には全部伝えていい。順調にいけば明日には必要になるかもな。私はもう作業を始める。質問は？ああ、あとラジオは休むなよ。あれは続けろ。また明日。ソーラ、さっきはどうしたよ？急用って何よ。こっちはお前の外泊話が聞きたくてそわそわしっぱなしだってのに。そろそろ聞かせておくんなさいよ。瑞希ちゃんに嘘までついて一体どんな女とどんな夜を過ごしてたのさ。気絶？気絶？え、それは空が？相手が？お前かーい！マジかよ！そんなにすごいの？やっぱ手とは全然違う？なんです？なんで？何が？ラジオ？なあ、大量ってどれくらいよ？100個？1000個？まああるとしても倉庫の肥やしになってるだけだろうし、弟子の頼みなら嫌とは言わないだろうけど。ん？今度は何なのよ。お、え、死んでる？珍しいな。そういえば人工鳩の死骸って見るの初めてかも。
何してんの？アザミの研究室。